況って分かんないんじゃないんですか。そんなに検査してますか。感染状況が一つの、要素だってさっき言ってましたけど、一体どれぐらいなんですか。一体どれぐらいの国民が感染してるんですか、このコロナウイルスに。今現在内閣総理大臣。今のその現時点で今の感染者数というご質問はいただいてなくてですね、今これにあるのはですね、緊急事態宣言を解除延長する基準判断時期を明確にされたいというのが私への答弁質問でございまして、今しておられることについては質問の通告はされていないということはまず申し上げておきたいと思います。それはそうですよ。だってこれに書いてないじゃないですか。でその上でですね、その上でですね、その上でお答えをさせていただきます。人のうちの氷山の一角で、国内がどんなふうにこのコロナウイルス、市中感染が広がってるなんてのは、政府は把握してないじゃないですか。で、何を根拠に解除、延長するんですか。基準が明確じゃないじゃないですか、ということを言いたかったんですよ。それぐらい答えられるでしょう。